あ。FEC チューンド。FEC 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 チューンド。さあ始まりました、 FEC チューンド木曜日担当のメガネロックエです。よろしくお願いいたします。さあ今週のオープニングテーマのネタがですね、思い出ということで、まあ、僕芸人やってもう6年ぐらい経つんですけども、この芸人の一番の思い出がありまして、それはねやっぱり初めての営業、初めて芸人としてお仕事が一番思い出残ってまして、それがあの春の交通安全出発式っていう警察署のイベントだったんですけど、まあ、それで呼んでいただきまして、で元々はちょっとですね、まあ、イベントなんでちょっとした広場で、野外の広場でやるって予定だったんですけど、急遽雨が降りまして、で雨が降ってきてできないってなって、場所をあのそのみんなが見れるようなところで最初僕が人集めする予定だったのが、もう完全に関係者しか来ないバス会社の駐車場になったんですよ、屋根ありので。そうなったらもう本当に関係者の人しか見に来ないんで、僕急遽番手もなんか式典ある程度進んで真ん中で僕がネタやるっていう流れになりまして、でそれだとちょっと時間が空くので、警察署の方があの控え室用意しましたっつって、で急遽用意したんで、こちらどうぞって言われたら、まず案内されたのがあのね、控え室がパトカーなんですよね。パトカーの後ろガチャって開けられて、ここ控え室なんでゆっくり休んでくださいねっつって、もう緊張してるし、なんかここいろんな人が座ってきたんだろうなと思いながら、どんどん変な緊張してきて、でいざじゃあ本番です、ロック屋さん出てくださいます、警察のイベントですから、まあ、交通安全と笑いをどうコラボしたネタをやってもらうんでしょうかってこう振ってもらったんですけど、僕その時やったのがあの高校生だったで、あの商業高校からやってたんで、商業あるあるっていう、まあ、ネタがありまして、それを やるんですよ。なのになんかその関係ない振りを入れられましてね、あのでうわやばどうしようみたいになって、まあ、はいどうもってネタやるんですけど、やっぱそのなかなかね反応もあんまないですし、でこう綺麗なバスガイドさん見ながらね、ずっとこうネタやってても全然この人たち笑わないなと思って、右の方にいるちょっと年配層の方々見たらすごく笑ってるんですよね。ではあっち見ておくべきだったなと思いながら、こうネタ終わりまして、で緊張してよかったわと思って、でまあ式典ですから結構いろんな偉い方々が来てるんですけど、でネタ終わったら、あ大家さんありがとうございましたつって、続いてのプログラム移りたいと思いますつって、その後のイベント今でも忘れられないんですけど、僕がネタ終わった後、司会の方が、それではメガネロック屋さんありがとうございました、続いてのイベントは、続いてのプログラムは上半期交通事故で亡くなった方々を思い黙祷って言われたんですよね。ネタやった後に黙祷するっていう、今までで一番やった中でそれが一番思い出に残ってますね。どうもありがとうございました。さあ始まりました、メガネロックへの木曜ジュングリー、担当はメガネロックへです。よろしくお願いいたします。さあ、今週も始まりましたけど、そうなんですよね、この番組あのツイキャスからも放送しておりまして、早速ですねコメント何件かいただいているんですけども、中田猫さんからあの大家さんの後に黙祷とか、やばいやつが捕まった的なみたいなね、いろいろコメント、僕がやばいわけじゃないですからね、こんな感じでやってますけども、まあ、このメガネロックの木曜ジュングリってどういう番組かと言いますと、基本的に、僕メガネロック声がおしゃべりさせていただくんですけども、毎週一組 FEC、 僕ら、所属してます、お笑いの事務所 FEC の若手一組にゲストで出てもらいまして、おしゃべりしていこうじゃないかというですね。なので、毎週出るゲストが違います。なのでジュングリゲストが出てくることにより、この番組の名前がメガネロック大家の木曜ジュングリとなってるわけですね。そして今夜登場してくださるゲストが松田オイルさんです。よろしくお願いします。お願いします、ね、松田さんどうでした、僕のオープニングの。いやもう本当に初めての、いや僕も初めての営業の話しましょうか。大丈夫です。これあの結構いろんな環境知ってるんですけど、あの結構あの FC 内で騒がれたやつなので、うんだいぶ問題になったやつですよね。今だからまだ話せるみたいなとこありますからね。1年経ったら話します。何があったかは1年経ってからです。木曜ジュングリで、はい、本当にね、あのね大問題ですから。時効というかそういうのがありますから、ね、ないないないです。あれに気になってるという方、1年間聞きつけ聞
き続けていただきたい。それがもしくはライブ会場に来ていただいて、うん、直接あの聞いてください。何があったんですかって聞いていただければお答えしますので答えられる範囲でお答えしますので、よろしくお願いいたします。いや本当に僕も今週からレギュラーということで。レギュラーじゃないです、はい、一応この番組出てくださるゲスト、はい、若手ね、ジュングリのメンバー、はい、僕 LINE 作って、うんそうだね、出てくださる人ピックアップしたら6名いたんですよ、うん、ほぼみんな準レギュラーですよ。そうだよな俺だって1ヶ月ぶりだぜ早くねスパンがどんどんすげえよな。プロのなんかピッチャーみたいなプロ野球のピッチャーばりにローテーションが回ってくるんだよ。すごいペースが速くて僕も、本当にありがとうございます。もうだって今日やったら、うん、再来週、うん、7月頭に多分カテケンさんとか出てくる、そうでしょうね。だって俺僕聞きましたよ、これ来週の ゲストってバラしていいの最後理由。あでも多分もうもったいぶる必要ないんでいいと思います、うん、来週モコモコモトシ、俺の次絶対モコモコモトシだわけよ。まあ、それはね、あれなんですよね。またスケジュールの関係もいろいろ話しますけど、その木曜ジュングリ出てもらおうと思ってた日が、うん、ライブ平成一期っていうライブがあるっていうこと で、そうですね、急遽ですねちょっと変えまして、うんうん、でマツケンさん元氏っていう流れになったっていうね。そう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 、本当にねあいつは本当に嫌いですお、うん、今その言葉が出たということは、はい、本日のメールテーマ紹介しちゃっていいですか。いいですよ、本日のメールテーマ、うん、苦手なものとなっております。モコモコモトシですということで今日はですね、はい、皆様から苦手なものに対するメッセージをお待ちしております よ、はい、私これ食べれない苦手ですとか、うんうん、まあ、私モコモコモトシ苦手ですとかすこれは多いでしょうねこのメールいろんな意見があると思いますが、その苦手なものに対するですね、皆様からのメールをお待ちしております、うん、メールアドレスが797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com となっておりますのでお待ちしております。お願いします。そして、先ほどもちょっと話しましたけど、はい、ツイキャスの方でも、うん、配信しておりまして、うん、ツイキャスの方はですねコメントが書けるので、はい、そちらの方でねポコポコポコっと私は 何が苦手ですよみたいなことを書いていただければ。キーボードの擬音ってポコポコポコ違うんですよ、 FM ギノワンさんのこれキーボードを叩くんですけど、うん、ポコポコポコってなるんですよ。言わないよお前。本当ですよ、なりますよ。ならないって。これカタカタ言ってるって。いやいやポコポコでしょ。言わないでしょよ。いやもうポコポコ聞こえるので僕はじゃあポコポコと言いますけど。いいですよ。じゃあじゃあ皆さんカタカタとですね、カタカタと皆様はカタカタと打っていただければ、はい、お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。はい、さ あ結構いろいろねもうツイキャスコメントの方来てまして、うん、はい、来てますね。早速ですね、はい、中田のさんがこんばんにゃすと。あこんばんにゃす。そして、我ら大好きシュプリームさんからです、ね、あ出ましたね僕が出た次の週から現れたやつですよね、はい、こいつもうシュプリームさん、もう多分僕スポンサーって呼んでいいと思ってるんですけど。あ、そうすか。そんなにですか。ハイサイ、犬屋さん、松田オイルさん、うん、あどうもズブズブシュプリームヤイビンまず突っ込むとこ多いからシュプリームさん、うん、まず大家なんで犬屋じゃないですから。あ違うんすか。僕そんなドッグホテル的なところじゃないんで。あ違うんすか。ペットショップでもないですから。あそうすか。大家で、うん、でズブズブシュプリームは違いますよ。うん、僕が一方的に言ってるんですよ、うん、ずっとこの番組と、うんうん、シュプリームさんはズブズブの関係ですと。ああそういうことね。僕発信でずっと言ってきたのに、うん、今日からは、うん、ズブズブシュプリームと。いやもう本当にまあ僕も聞いた話によると相当ズブズブな関係らしいとは聞いてるんですけどそうっすね。もう相思相愛と言いましょうか。相思相愛もうズブズブなんでしょ。支えられておりますね。ありがとうございます、そしてあきちゃんさん、はいいますね。ありがとうございます。主婦には絶対向かない番組ですけどね、何のお得情報もないですからね。 そうすね。そして、中田ねさんが、うん、わーよ松田おゆさんこんばんにゃ、はい、こんばんにゃ。今日はエッチなお話かなとさあやりましょう下の話ダメダメダメ違う石テンション上げられても、うん、まだ序盤ですし。そうなの。この番組後々僕の親も聞くので、うん、セーフティーしていきましょう朝起きてお母さんがこれを聞いてるんですよ、うん、あ、そうなの俺嫌ですよ自分の布団で寝てたらメガネロックの木曜ジュングリーって聞こえてくる寝てたら聞こえるんですもん愛されてんなお前な。俺だっていつか自分の声で起きる日が来るなんて思わなかったですからね。だけど中田猫さんほら前回俺が出た時にそうそうそう次回は下の話お願いしますって言ったからもうだって、ね、やっぱねリスナーさんの意向には答えないといけないわけですから。いやエッチなお話は後々すると思いますよ。はいもうたくさんしますから、はい、そして早速いろんな方からコンティニューコインがコインがやっぱ下の話したですからね。そうっすね。シュプリムさんがコンティニューコインの後に、うん、店長延長入りますって来て
それキャバ嬢でしょ。キャバ嬢か。キャバクラでしか見ないやつでしょこれ。そうですね。なんていうんですか、石鹸の香りがする系のチャラです。いやもう完全にもう、言ってるじゃないですか、そしていろいろ来てますね、ありがとうございます、はい、シュプリムさん、後ろの窓に霊がへへへって、いないですから。いやいたよさっき。いや何がいたんですか。ん、何がいたんですか。あ、こっち言えないから。逃げたわ逃げたわ。言えないやつですね。マーマーさんがいろいろ前の週話したんで、ね、あ、そうなの。幽霊については本当に本当にさっきマーマーさんのフェイスブック見たら、慰霊の日は頭が痛くなるわ、いろんなものが返ってくるんだねみたいなこと返ってましたから。俺あの人さ、がっつり同期なわけ。がっつり同期わかる。あのさ、同じ年に入りましたみたいな同期もいっぱいいるじゃないですか、その FEC ってこう不定期に入ってくるから、だけどもう同じタイミングにあのオーディションを受けて同じタイミングに入った人、あの人だからね。あれと秋典。あれって言わないでください。あれと霊感持ってる人と、霊感持ってる人と早丸のおじさんが同期ですから。ユタとハエルンが、ユタとユタとハエルンが同期です。よかったですよ、唯一まともな人間で。それもどうかも今日の放送次第で変わりますからね。いいですよ、皆さん、まあ、この後ですね、11時56分ぐらいまでのお付き合いよろしくお願いいたします。さあということで早速1曲目いきましょうかね、オープニングナンバーに早速いきたいと思います。1曲目はザ・マスミサイル、人のため。ないということでちょっとおしゃべりを引き続きしていきますけども、しましょう。そう、中田猫さんがずっとね、アハハとか濃ゆい3人って言ったね。同期でしょ。同期。これあの悲しい話ここだけでしますけど、あと1人いたんですよ。あと1人。それが僕の一番最初のコンビの相方ですからね。いやだからすごいっすよね。あれも濃かったな。濃かったですよ。俺が一番薄かったもんな。そうだからね、過去にね、もう多分もう引退されてるから名前はあれですけど、前の方とかほら、いろんな過去の経歴がすごかったじゃないですか。過去の経歴がね、本当に悲しいことに全部電波に乗せてお話できない内容の、ね、多分話す、なんだろう、自分の実体験を、多分自伝とかになんかにさ、多分広辞苑の倍ぐらいの厚さになると思うんですよ。そう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 。あの人はマジでな、なんか濃い人生を送ってたよな。そう、すごい。あ、4文字の方かしらって、あ、違いますよね。違いますね。漢字3文字ですよね。あ、そうっす。一番最初の7、一番最初の、そう、7、数字も7、3つで7、7、7。多分ね、中田猫さんが知ってるのは鼻が潰れてる方です。そうだから、いろんな松木さん3回ぐらい解散もしてますもんね。そうそうそう、前回の話したけど3回解散してっから1年で。四季ですよね、もうほとんど。春夏秋冬ぐらいの。そう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 、4ヶ月に1回ちゃんと解散しますから僕は。すごいですね、はい、そんな松木さんと言っていくんですけども、早速12名の方が、ありがとうございます、見てくださってますよ。そうで、今日が苦手なものっていうことでお届けするんですけど、打ち合わせの段階からですね、このタイトルに決まってから何でしょうね、不平不満がすごいんですよね。昨日ファミレスで打ち合わせしまして、でなんかちょっとテーマどうしますみたいな話して、でしたら、あ、じゃあ苦手なものかなんかにしようかなみたいな感じで、あ、じゃあそれいいっすねって書いて、でなんかムカつくことありますって言ったら、マツケンさんそっから喋るのが止まらない。いろんなのがブワーって出てくるっていう、お互い性格悪いじゃないですか。お互い、まあ、お互いにグッとこれときました。だからまあやっぱお互いこの不平不満がすごいよな。そうだから多分世の中に対しての不満もそうですけど、相手されてこなかったから今まで、その人間ですよ、男子女子じゃないです。人間に対してあんまり相手をされてこなかったのがあるから、なんか人が浮かれてるのがまず腹立ってくるんですよ、ね、それな。わかるわ。お祭りで、とかね、あるじゃないですか。それで行った時に、なんか普段学校とかの同じクラスで、あんまりその目立たない女子とかが、俺浴衣着てただけでも腹立つんですよ。いいやし別にそれは。服装の自由だ。いやだからそこではっちゃけようとすんなお前。いいやし、だから学校ではっちゃけられないから外ではっちゃけてるんでしょ。いやなんかその自分はこの初見の前では明るく振る舞ってますよみたいな感じとかも僕は嫌いなんです。だから俺もそのなんていうんだろう、校庭側に回ってるけど心の底で言えば嫌いです。そういうの。大嫌いです。いやだから今日本当にフォローする人がいないからやばいんですよ。気をつけないと。あと
なんだろうな、あの苦手なのが、はい、居酒屋とか飲んでるじゃないですか、友達とかと2、3人とか飲んでたら、はい、誕生日だったんでしょうね、午前0時よって流れるじゃないですか、ドリカムの流れるのはいいんですよ。でね、あのお誕生日の方の席、おめでとう、いいですよ、おめでとう、全く違う席ですが、おめでとうみたいな、お前関係ないでしょ、もう大嫌いだっけ、あるの俺、あれ流れてきたら、うん、ちょっとボリュームを上げて話しますもん。そう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 。こっちはあれに流されないと思うよ、ね。そう、俺はもうこんなん関係ないからさ。俺人の幸せ好きじゃないから。はっきり言おったわ。やばい、この人はっきり言おった。いやでも、うん、いやつお祝いはしますよ。おめでとうとか拍手とか。ね、そう拍手とかだけでいいんですよ。大きい声でね、わざわざおめでとうみたいなね、大した顔も知らないやつにね、思ってもないくせに言うんですよ。あいつは。いやでも。いやでも俺がその中でやっぱ一番気になるのは、この午前0時よって流れた時に、この当の本人がえ何何ってやってるのが一番なのだからお前だろって思うよな。そうこの結局この確率で自分の中で検索キーワードかけた時に、今日誕生日ドリカム今日自分がヒットしないのお前しないの。そうそうそう、お前の中の検索エンジンはどんだけバカなの。うわ今日止まらないわマジで。いやもう今日ねありがとう、こんな感じでいろいろ来てるので、本当に皆さん僕たちを嫌いにならないでください。本当に大丈夫です。僕は放送が始まった瞬間からいい人に切り替わるんで、僕も切り替わります。これはもう、ね、これはもうツイキャス見てる方だけの楽しみということで、いやすごいわ今日どんな放送になるんだろうなマジで。今日また伝説の回にしておきますか。したいですね。本当にね。1時間では足りない。はい。1時間で足りないですよ本当に、うん。これ3時間やりましょう。3時間やりたい。さあメガネロックへの木曜ジュングリ引き続き生放送でお届けしております。今夜のゲストは松田織さんです。よろしくお願いいたします。どうも準レギュラーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、さあ今週のテーマが、苦手なものということで募集してるんですけども、はい、意外と、皆様からコメント来てまして、まあ不満がいっぱいあるんだなと、中田猫さんが、ちょっとこれツイキャスの間にちょっと話しましたけど、そう2人がすごい止まらなかったんです。そうですね、気になる方はね放送後に YouTube に載るので、うん、あそうですね、その時にねちょっと聞いてもらえれば分かると思うんですけど、ずっとずっと止まらないですから、止まらないですから。中田猫さん、私、お正月が嫌いですと。なんでなんで嫌いなんですか。あれですか、カウントダウンとかでみんな騒ぐからですか。あーそういうこと。あ確かにあれムカつくよな。今日多分フォローする人がいないんでね、あれムカつくよな。だいたいくも字交差点であいつらはしゃぎだやつだ。クラブでカウントダウンパーティーした後にくも字の交差点ではしゃぐだろあいつら。俺だからクラブとか全然行けないんですよ。いや俺も得意じゃないです。俺一回だけ行ったことあるんですけど、うんうんうん、クラブでそれこそあなたの前の相方の秀信さんと、うん2人でクラブに行きまして、はいはいはい、トークライブの企画で、うんうん、あなんかクラブに行ってくるみたいな、はいはいはい、面白いお話作るというので、うんうん、クラブ行って、うん、こうみんなちょっと踊るみたいな感じだったんですよ、はい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 、で俺ちょっとなんかリズム乗ってる感を出すからちょっと肩でこうリズム取りながらお酒飲むみたいな、うん、で秀信にね、あ秀信っていう、まあ、FC 所属した芸人がいるんですけど、うんうん、そいつに同い年だったんで、うんうん、お前真ん中のダンスフロアで踊ってこいって、うんちょっとしたノリでね、ちょっとね、で平日であんまお客さんもいなかったんで、うん、結構目立つんですよ真ん中で踊ったら、うん、でこのもう一人その隣で一人でめっちゃ踊って、うん、本当に踊るのを楽しみにクラブに来てる女性の、うん、いるいるいるちょっと若めな方がいたんで、うん、あわよくばそことダンスバトルしようぜぐらいのノリで、うん、秀信お前真ん中行って踊ってこいっつって、うん、分かったっつって秀信がなんかちょっと踊り出した瞬間に、うん、周りにいた黒人の、うん、ボディーガードっていうんですか、なんか SP っていうか警備みたいなのがぐっと臨戦態勢に入った。確かにな、あいつ、まあ、顔知らない人もいると思う、鼻が潰れてるんですよ。そうなんかでちょっとね目つきもちょっと悪いんですよ。悪いからだからあんなやつがね女性の隣に行って踊り出そうもんならなんかやるんじゃねえかっていうのがあるからね。もう変な言い方ですけど、うん、多分危ない薬やってるだろうね。危ない本当にグッて黒人の方が前に出て、うん、秀信がなんかこう踊ってるんですよ。俺それ見てやばいと思って友達のふりしないでおこうと思って、うん、ちょっと離れて、うん、秀信が来た時に、うん、なんか大丈夫だった秀信っつって、うん、
聞いたら、お、大丈夫だったよっつって、え、どこが大丈夫だった俺ちょっと怖かったんだけど、さ、なんでっつって、いやだから、なんか、まあ特に大変けど、なんで大丈夫だと思ってたって聞いたら、いやだって俺が踊ってる時さ、うん、めっちゃ隣の女の人見てくるし、うん、周りの黒人の人たちも俺のこと超見てたぜっつって、プラス思考プラス思考だなあいついやいやいや、マークされてんだぜお前マークされてんだよお前。その後、いっぱい人が混んできたら、うん、あいつ人用意してずっとただただサイリウム振ってましたから、ね、なんだろあいつマジで帰りたいですよなんだろあいつっていう相方さんの話もしましたけど、いろいろありまして、うん、そして、あ、中田猫、ユミさん、一発ユミさんが遅くなったけど、はい、こんばんはということで、こんばんは、中田猫さん1時間では足りない。あ、そうなんですよ、苦手なもの、うんうん、ユミさんがすぐ切れるおっさんと生のトマトごめんなさい僕のことですかすぐ切れるっていうのは本当にだからすぐ切れる人は分かりますよ、はい、うん、俺主義。いやいや、そういうことじゃないんです。否定するとすぐ怒る俺主義の人ですよね。僕ですか。いや僕っていうかその切れる方ね、まあ、いますよね、おっさんとか。まあいますいます、そういうね。でやっぱこのなんかだろうな、苦手なもので募集してるね、うん、シュプリームさんだけ得意なものを送ってきてるんですよね。あ、逆のものね。あ、まあだけ得意なものもちょっと聞いてみた方がいいかもよ、うんうん、シュプリームさんから、うん、得意なもの、うん、腰振りポン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 ってどうするなんだろう、ズブズブな関係なら分かったけど、まさかここでズブズブしてくるとは思わなかったからちょっとやめて、もうまさか追加するでズブズブしてくるとは思わなかったから。違う違う、俺の番組ですよこれいや、メガネロックへの目標シンプルエロ番組にするじゃないですか。やってやろうじゃねえかで、今なぜそれがダメかっていうと、うん、僕先週髪切って、うん、マッシュルーム部屋にしたんですよ、はいはいはい、やってますね、ちょっと今流行りの丸メガネかけてるんですよ、うんうんうん、それで僕の鏡を見た時に完全に先週も言いましたけど、うん、いじり岡田さんなんですよそう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 、俺思ったもん、ツイッターで親が髪切りましたみたいな上げてたんですよ、見た瞬間いじり岡田じゃんと思っていやだからこの番組がギルガメッシュみたいになっちゃうかもしれない、うん、した方がいいってダメダメ、もうちょっと危ない匂いがしてきたので。あ、そうすか。ここで早速コーナーに行きたいと思います、はいこちらのコーナー行きましょう、はいはい、ジュングリボックストーク。さあこのジュングリボックストークという企画はですね、はい、こちら箱を用意しておりまして、うん、そちらの中から、書かれているキーワード一つ取りまして、うん、おしゃべりしていこうじゃないかというお題で、うん、コーナーでございます、はい、今週入ってるのが、うん、ま、テーマである苦手なものと、うん、言いたいこと、うん、仮面ライダー下の話ということで、うん、もう選べますよ。一つだけいいですか。何気になったことが、はい、ボックスじゃねえよな紙袋だよ。紙袋ですよ、うん、ジュングリ、ボックストークは、経費削減ため紙袋でお届けしております。もうコンビニでもらってこいってダンボールぐらいじゃあエコな番組ってことにしときましょうよ。いやもう大丈夫だってもう撮りましたから。ああそうっすか。はい、こちらじゃん言いたいことということで。言いたいこと、はいはいはい、はい、もう山ほどあるでしょ。山ほどあるよ。例えばほら、うん、まあ、松健さん昨日ねちょっとお話ししましたけど、うんうん、女子のお話をすごくしたいと、うん、したいしたい。何のお話をしたいんですか、そんなに女子の話。いや、まあ、ね、可愛らしい女子もいっぱいいるんですよ、うん、まあまあ、まあ、僕のね、愛すべき対象は女子ですから。ああ、まあそうですよ ね男はみんなそうですから、うんうん、そうです。男ね、特に例外を除くですけどね、女子が好きなんですけど、まあ、基本的に女子好きで、はい、腹立つ女子っているでしょ。まあまあまあ結構いろいろいますよね。いるでしょ。これ今から言うことは全て僕の偏見ですよこれね。気に障った方はいやもうこっから僕はノーコメントでフォローだけしてるじゃないですか。いやいやいや本当に例えばどういう女子なんですか。ね、本当に僕だけかもしれないですけど、はい、爪を切るのが下手くそな女子っているでしょ自分の爪切るの下手くそな女子。一発目からマニアックですね。マニアックなのは分かるんですけど。どういうこと、爪が汚い女子。うんっていうの、ネイルとかみんな結構気使ってるじゃないですか。まあ女子って結構 ね見た目こだわってる方でやってるじゃないですか。で爪切りってね、爪を切りやすくこう湾曲になってるじゃないですか。まあそうですね、先っちょがね湾曲になってるじゃないですか。だけど湾曲一発で自分の指の爪っていけないじゃないですか。まあまあ大体2回ぐらいパチパチっていう、2回ぐらいこうね角の方をきれいに落としながらパチパチとこう2回ぐらいいって、はいはい、軽くこうヤスリでね尖ったところをこするっていうのがあるじゃないですか。たまにねこの湾曲一発で自分の湾曲を行こうとするやつがいるんですよえ、どういうこと。はい、爪切りの湾曲と自分の爪の湾曲が一致してると思ってるんでしょうね。だからこう一発でこれをね行けずに行きたがって行って、なんか角の方に白いのが残ってるんですよ。
ちょっとなんか爪が切るの、うん、なんかそれこそあれですよ、全然うまいことじゃないですけど、うん、爪が甘いというか、爪が甘いし、なんていうんですかね、髪型で言うと角刈りみたいな感じなんですよ爪がね、爪がちょっと角残ってるんですよ、角刈りになるんですね、うん、ほら、うなかた猫さん、そんな人いるのって聞いてますよ、いるんですよ、探してくださいいや、マニアックだわ、なんか他にないですか、もっとその他にムカつく女子とか、あとね、俺が許せないのが、あの前回出た時に僕チョコレートが大好きって話してましたね、チョコレート大好き芸人なんですけど、はい、あのチョコレート溶かす女は本当例外なしに僕あの駆逐していきますから駆逐するんすか、僕ね、あの、はい、一回遊びに行った女の子とですね、はい、あのコンビニ、まあ、どっかドライブとか行ってて、はい、ちょっとコンビニ寄って、あの僕、まあ、やっぱチョコレートが好きなチョコレート買うじゃないですか、はい、でごめん運転するからちょっと持っといてって言ったらこう渡したんですよ、そしたらチョコレートですよ、股に挟んでるんですよいや下に置けばいいじゃん、いやいやいいじゃないですよ、股に挟んで、それだってそれ言ったらまあまあさんなんて先週股に挟むって言ってましたからね、飲み物とか、飲み物だったらまだいいですよ、いや何でも股に挟むと思いますよ、あの野郎マジでじゃおかしいって、なんでその切れるんですか、溶けるさだからチョコレートが、ほらもうすずさん仲介に入ってくれてますよ、うん、中谷の子さん、あ、アンパンマンチョコあげなきゃオイルさんに、あ、そうですよちょっと怒りを鎮めようと、わかります、だから女子で言うと僕それで言うと、うんうんうん、あの毎回ちょっと気になってるのは、うんうん、あの皆さんスノーってアプリはどう思ってんのかなって、僕はすごい常日頃、あ、わかるよ、あのね、うん、みんな可愛くなるとか綺麗になるとか、そうですよ、言ってますけど、はい、皆さんが追い求めてた美の最終形局は、うん、あの最終究極ね、うん、犬ですかウサギですかまたはパンダですか、そうそうあのさ、部分的に鼻つけられて、耳もピョンってつけられて、つけられて、いやあんなんただのキメラですよ、キメラですよ本当に、鋼の錬金術師で、そうですそうですそうです、合成物ですよ、合成物です合成獣、そうですよ、だったらその要領でだったら本当に人面犬とか可愛いって言わないとありえないんですよ、そうシーマン昔流行ったシーマンとか全部可愛いって言わないといけないからそうそう本当そう本当そう、そうだよ、それを気持ち悪いって今の子に見せて言うんだったら、うん、いやスノーはもっとおかしいぜ、そうだよ、だってさ、あの加工でさ、なんかかるのあるじゃないですか、明るさが変わるみたいな、 あ、はいはい、あんなのはまた許せるんです、また許せるんです、あのウサギとかさ犬とかやったらさ、ほっぺたの形変形するさとぷくって膨れますよね、ちょっと膨れるさ、いやもうやばいだろこれもう原型とどめてないじゃんって思うんですよ、そうだからなんかよくそれ、うん、今度ちょっと話しとくんですけど、うん、LINE のね、うんうん、アイコンとかにもスノーで使ってる人いるでしょ、いるわで、うん、僕はそういうので一回怒られたことがあるんですけど、うん、このそのアイコンにそれしてて、うん、なんかミスした時に、うん、こう先輩から LINE が入って、うんうん、お前をなんかなんとかだってお気をつけろよみたいなの来て、うん、で僕が僕のアイコンは、うん、あの I love 清美って書かれた、うん、あのお母さん大好き芸人のそのシャツで、うん、ちょっと笑顔でこうおかっぱでね、もう髪テカテカの状態で、事務所のホームページ見てもらう、潜在写真みたいな感じですよね、その感じで、あとツイッターのアイコンね今の、うんうん、それでこうなんかちょっと腕をこう横に回して可愛いでしょみたいなポーズ撮ってるのがアイコンなんですよ、それで、うん、そのアイコンにしてて僕は普通にあのすいませんでしたって送ったら、うん、あのすぐ先輩から返信来て、うん、お前アイコンでその言葉しっくりこないからさって言われて確かにな、だってこんな帽子に手当ててちょっとアイラブ清見って返したやつが、うん、似た字してるな、すいませんでしたっていう真剣な文を送ったところで、うん、何も伝わらないって言われたことがあるから、まあまあ、スノーだったら倍じゃないですか、倍ですね、ウサギのやつがどうもすいませんでした気持ち込めても、分かる分かる、お前舐めてんのかって言ってるんですか、スノーストレーじゃないかと、ラインの中がお前でそれで言うと、うん、ほらあれも僕あの前も言ったかな、うん、あのラインの自分の名前のところ、うん、あの変える人は僕はすごく嫌なんですよ、苦手というか、俺もうあれで言うとさ、まあ女子とかで多いんすけど、意味もなくローマ字使うでしょ意味もなく、あ、別にでも僕はそれまだセーフなんですよ、その、まあ、自分の名前でヨシキだったら YOSHIKI、うん、みたいな、そうそう、それだったら全然いいんですよ、ね、外国の方ともお付き合いがあるんですという方は大体ちゃんとした人ですよ、ちゃんとした人は日本語の名前の後にカッコでこうあのアルファベットで名前を入れてるんですよ、許せるんですよ、はい、ね、あだ名をわざわざねローマ字にしてね、誰に伝える気があるんですかと、わかりますよ、うん、それで言うと、うん、なんかそのプリプリ大臣とかなんかそんなやつとか、なんていうんですか、うん、あとウサギちゃんとか、はいはいはい、いやパッと見でわからんてっていう、わからんわからん、そういうのがあるので、うん、それが難しいなと思うっていう、そういう奴らが本当にね
俺このラジオ誰が聞いてんのかなって今思うね。あ、君に来てくださった方もいました。ありがとうございます。ありがとうございますね。本当に今までは本当にずっとどうやったら地球環境が良くなるかって言って、そうそうそう話してましたけど、すごいあのシャメ取ってくれてますけど、大したことない2人ですよ。本当に、いや、本当ありがとうございます、皆さんね。なんか、ツイキャスもなんか、いっぱい来てますね。ツイキャスも私、めんどくさいから、写真回想アプリ使ってないっす、うん、ってユーミンさん。いいことですよ。カメラ付属、調整してないっす、っていう。うん、あとはですね、スノー野郎は、野郎のスノーは共謀罪で即逮捕。ズブズブの関係の人ですね、これ。スプリームさん、いや、ジジネタぶっ込んでくるな。いいですね。いや、こっちも強行でいきますね。いいですよ、いいですね。そして、中田猫さん、シーマン懐かしい、どうもスノン使ってないなっていうのと、あと私もクラブ苦手ですと。あ、結構前の話ですけどね、結構いろいろ来てますね。クラブでもダメだった話がありますけど聞きますか。これじゃあ、後々後でシーマンの曲中に聞きましょうね。でニアスさんが、ナマラ、ナマルザ先輩ですか。あ、中田さんのことですか。言わないです。中野さんではないです。あ、中野先輩、バイト先の先輩に。あ、バイト先の先輩に。あ、よかったですね。で、最近のプリクラも好きじゃないわって、ね。あー、なんかね、足も細くなるんでしょ最近の。そうそうそう、なんか。ね、怖いよね。怖い、本当に。プリクラとか一番怖い、信用ならない。本当に、あれ本当詐欺罪ですよ。いや、聞いた話だと今の子はプリクラとかも平気であれらしいですよ。面接の履歴書の写真の欄に貼るらしいですよ。マジですか。ゆくゆくスノーとか貼るんじゃないですか。マジで俺面接官だったらマジで 3,4 時間説教するぜ、マジで。俺ウサギできたら給料人参で渡しますから。いや、これだろっつって。お前これだろ、コアラだろ、ササでいいかっつって。ユーカリか。ユーカリでいいかって渡すって。ユーカリ探してくるのが大変そうで、そしたらヒロミさん拍手いただき、ありがとうございます。共感していただきありがとうございます。あ、どうもありがとうございます、ね、ということで、いろいろおしゃべりしてましたけど、ちょっといい歌を聞いて浄化させる時間にしましょうかね。ということで、ここで2曲目をおかけしたいと思います。2曲目はチャランポランタンで悲しみ。今日悲しみですか。そうですよ。いや、僕が単純にチャランポランタン大好きで、今着てるシャツもこれチャランポランタンですし、ジングル全部チャランポランタンなんで、ちょっと浄化しようかな。今日は多分毒が強い日だと思う。毒が強いね。いろいろ来てますけど、ありがとうございます。そして、ね、いろいろ今16人の方が、あ、そうですか。先ほど4人も増えてね。そう、本当に、これが本当最後になったらどのぐらい人が減るのかこいつらの毒にはついてるんでっていう、ね、どこまで聞いてくれるかまだ分かりません、クラブの話なんですか。さっきしようとしてたっていう、僕もそこまでクラブが得意じゃないんですよ。はい、なんですけど、やっぱ友達がね、学生の時にやっぱもう好きで、ああいうのが一緒に行こうと、はい、いや、何回か行ってるんですよ。あ、行ってるんですね。何回か行ってるんですけど、はい、僕ね、ハンドルキーパーだったんで、クラブでハンドルキーパーってのもなかなかひどいと思うんですけど、クラブでハンドルキーパーやってて、はい、止まって、だから酒飲んでなかったんですよ、はい、お水ずっと飲んでまして、あ、はいはい、そしてね、僕踊りも大してできないんで、もう壁にもたれながら水飲んでたんですよ、うん、クラブ来たのに。クラブ来たのにね、うん、友達とか踊ってたよ、お酒飲んでわーってやってて、踊ったりしてて、俺こう飲んでたんですよ。で、結構土曜日ぐらいで人が多くて、そしたら目の前にいた女の子がね、大体あの当時同い年ぐらい、20代前半、はい、で、これがね、祭りの後とかで40代ぐらいのおっさんに絡まれてるわけよ、めっちゃ一緒に遊びに行こうって、はいはい、もう完全に酔っ払いなんですよ。でも、お前言っちゃ悪いけど、お前ナッパするような顔面でもねえよ。違う、だから偏見がすごいんだって、マジで。で、まあ、ちょっと何ていうんですか、あんまり見てもよろしくなかったんですよ、正直ね。僕が顔面で言うのもどうかと思いますけど、ね、ちょっとね、いたんですよ。で、かわいそうだなと思って、目の前にいて、はい、で、俺、助けてあげようかなと思ったわけ、友達のふりして、知り合いだからみたいな感じでやろうかなと思ったんだけど、このおっさんに絡まれて喧嘩と思ったら嫌だなと思って黙ってたんですよ、もう壁に頼んで。そしたらこの女の子がもう話しかけられて、ずっとこうだん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 後ろ寄ってきて、で、この子がおじさんの圧がすごすぎて、最終的に俺がこの女の子と壁で一回潰されたんですよ。サンドイッチピタッてなったんだけど、俺も悪いよね、一回女の子グッと押したから前に性格出てるわ。そしたらなんか女の子はまた別で女の子の友達来て、話してたんで、まあこの子は助けてもらって僕が行くまでもなかったですけど。そっか、いろいろあります。僕はクラブで行った、さっきのヒデノブと行った時なんですけど、うん、
なんか面白い話作らないとと思って、うん、でもなかなかできなくて、人がちょうど12時過ぎて混んできて、うん、ダンスホールみたいなところが結構人でいっぱいしてきたから、うん、もうとりあえず俺降りて踊ろうと思って、うん、でも人手の場は完全にダウンしてるんですよ人で寄ってな、人で寄ってソファーでずっとただサイリウム振ってて、で僕はずっとこう踊ってたんですよ。したらなんかでもあんまり乗れてないし、うん、ナンパもできないしと思いながらちょっとこうやってたら、うん、なんか僕の前がね、うん、だんだん空いていくんですよ。人が避けていくというか遠くから、うん、なんかモーゼが海を割るみたいな海でにブワーって割れてって、うん、割れた向こうから、うん、40代ぐらいの、うん、もうロックンロールザ・ツイストみたいな、うん、リーゼントパッチリ決めたシマウマ柄のシャツみたいな決めてきたおっさんが顔はほんとそうでもない人なんですよ40代ぐらいの普段真面目に会社で働いてますみたいな人がリーゼントパッチ決めてずっと踊ってるんですよ。なんかツイストこうやってしたらだんだんそれを見て、あの周りはやっぱ若いファンキーなパーティーピーポーが来てるから、パーティーピーポーが来てる、でもそれがこいつ違うっていうのでだんだん道開けるんですよ。だからこのツイストがだんだん僕に寄ってくるんですよ。あんまり踊れない僕の手がツイストがだん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 寄ってきて、うわやべえ俺の目の前に来たんですよついに。うわどうすんのかなと思ったら、ツイストが俺の目の前で指鳴らして奥に消えてったんだ何これと思って僕それ以来クラブ行かなくなりました。あの人ばかりじゃないからね。どうぞ。あなたの選んだクラブのチョイスの問題だと思うんですけど、いや松山で一番有名なクラブにはああいう人がいるんだと思って俺それ以来行かなくなりましたけど、やべえやべえしかいねえんだよね。本当にこんな話誰が本当に聞いてくれてありがたいですよね皆さんね。さあ、コツギャスの方コメントも来てまして、長めの子さんがクラブ怖い怖いと、うん、でヒューミンさんがチャランポランタンワイクの影響で聞くようになったけどいいですよね、本当にいいですからチャランポランタン、はい、あのご本人さんにも会ったことあって、あ、マジ？ツタヤで働いてるんですけど、うん、来てくれて挨拶みたいな感じで沖縄にライブで来た時でサインとかいただいて、うん、で挨拶させてもらってお話しさせてもらった時に、うん、実は芸人やってて、うん、デバイスであの使わせていただいてるんですって話したら、もうあの姉妹でやってるんですけど、うん、妹さんが、ももちゃんつってで姉が小春さんなんですけど、うん、この姉の小春さんから、うん、もういいよじゃんじゃん使っても私たち使って使ってみたいな、うん、めっちゃなんかすごくいい人でライブも面白いし、いやだから本当にねちょっと興味ある方内地の方とか、うん、ぜひ見に行ってほしいなと思うぐらいいいライブのやってるアーティストさんなんで、いいですよね。ライブ行ってその歌声が CD と変わらないっていう、すごいね、すごいんですよ。それいいっすね。いろいろ聞いてますね。さあメガネロックへの木曜ジュングリ引き続き生放送でお届けしております。今夜のゲスト、はい、松田うりさんです。よろしくお願いします。どうもレギュラーの松田うりです。よろしくお願いします。もう準レギュラーでよろしくお願いします。早速メールも届いてるので、ね、ありがたいことに来てますね。お名前が終わりだ好き高校生さんから出ております、はい、こんばんは、うん、お久しぶりです。はい、お久しぶりです、どうもこんばんは、今日のテーマは苦手なものですね、うん、私はドレッシング、ケチャップ、マヨネーズ、ソース系が苦手です。めっちゃ嫌いやしサラダには塩かけて食べます、うんあとお化けも怖い話も苦手ですと、うん、あそうですか、やめろ、ありがとうございます、うん、ドレッシングとかケチャップマヨネーズソース苦手、珍しいですね。珍しいね。じゃあ結構食べるとき制限されません、うん、食べ方結構制限されると思うよ。だってサラダには塩かけて食べますって言うからねおばあちゃんとかの食べ方まだ高校生でね。本当ですか、高校生ですか。結構ほら給食とかでもソース系出てくるじゃないですか、うん、出てくる出てくる。あれとかも出てきたらその食べ物食べれなくなるってことですもんね。そうだね、おかずが一個減るっていう。そう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 。いや大変だな。なんか苦手なものあります、食べ物とか。これいっちゃう、俺次のコーナーで言おうかなと思ったけど。あ、そっかそっか、ありましたね。いやだからこの話じゃちょっと後で、この話ちょっと僕後でやりますんで、させていただきます。この話はだいぶ僕もこれまた長くなりますけど、ね、話せる内容ね。なんかちょっとやっぱり同じ方がいるんですね、うん、ちょっと打ち合わせの段階で僕はいろいろ聞いてたんですけど、やっぱいるんだなっていうのがね、そしてもう一通来ております、こんばんは、大谷くん、松田織さん、マジョリカです。こんばんは、お題嫌いなものですよね、はい、嫌いなもの虫、虫、とにかく虫がいいや、
沖縄に来てからも特にもうやだ。あそうですか、沖縄の、うん、あちょっと待ってくださいね、うん、沖縄は自然すぎる、うん、はい、虫の大きさ半端なくでかいよね。亜熱帯だからね。カタツムリがアフリカマイマイ。あいる、ね、何あれ原稿作りあるじゃん。まして寄生虫飼ってるとか踏んづけてやる。言ってないんだよ、枯れてないよ。キャラ足すなお前。ゴキブリトビラっていうの。トビラ黒くてこれもでかいよね、うん、それに飛んでくるでしょ、うん、ちょっと間違えたらカブトムシだよ、うん、それに生命力すごくない、まあ、確かにすごい。殺虫剤かけてもなかなか死なせない。はいはいはい、踏んづけてやる。言ってない言ってない言ってないんだよ。ガモ蝶並みに飛んでくる、うん、その蝶々幼虫もでかいし近くで見たらグロテスク、うん、キャーやめて、あの雲なんなの。いやどの雲わかる、わかるんすよこれ。あのあれですよね、薄いヒョロヒョロしたでかい雲ですよね。このえ足高雲ですか。足高雲じゃない、足高雲じゃない、ジョロ雲、ジョロ雲、ジョロ雲。ギャラリーさんにいらっしゃってるんですね。あなたギャラリーとそのまま会話しないでください。マジュリカさん、マジュリカさん来てるから。来てるんですけど、そうこんな丸い雲ですね、丸くてこうやってるジョロ雲ね。そうジョロ雲、本当にあれすごいっすよね。どこから出てくるば、うん、お前っていう、あの色もな。そうそうそう。俺窓とか全部閉め切ってるのに、うん、あの何ですか、お母さんがこう外から開けられないように細工してるのに、うん、お風呂場で出てきたんですよ。お風呂場で出てきて、うん、俺シャンプーして、うん、怖いな幽霊とかいないかなと思ってシャンプー落として後ろ見たらでけえ雲いるから。何これって、あーってね。本当にメールも出ますけど、あの雲何なの、ジョロウ雲、うん、あの雲大阪にはいなかったよ。あそうです、今年いないけど、うん、昨年の今頃、家のお隣になるんだけど、いきなり雲の巣、うん、雲の巣張り、うん、次の日見たら生まれて初めて見るでかい雲、うん、ここ普通の住宅街だよね、うん、これジャングルかなんかにおる雲じゃないの。これも男性のグーぐらいの余裕であるよ。まあまあでかいな、うん、毎朝カーテンを開けて最初に目に入ってくるものが、うん、お日さん今日も気持ちじゃなくてゲゲまだいるのかよ。ひー朝からテンション下げまくりほんま嫌です。でも一つ可愛いのがヤール、可愛いですよね、うん、あの指先のポッチリ、うん、あんなに可愛い顔して虫食べるなんて、うん、そこはええだけど頭は可愛いから許しちゃおう、うん、わーい長々とすいませんでした。ありがとうございます。本当にね、いろいろありがとうございます。いやだけど俺そこまで虫は苦手じゃないのよ。あそうなんですか、うん、あでもあほら今やっぱりいろいろ来てますよ、うん、あ来てるな、ゴキブリ嫌いとか、あゴキブリはね虫は苦手、うん、あの子も嫌いよねとか、うん、あと名護博物館の G の、うんうんうん、剥製の大量展示は引いた。え名護の博物館ゴキブリ大量展示してるんですか。めっちゃ面白いやしゴキブリ、ゴキブリ名護すげえな。あとあ中田猫さん、うん、ゲジゲジは見たことないな。あゲジ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 とかね、はいはいはい、あのおばあちゃんの家とか行ったらよくいますよね、うん、そういう虫とかいっぱいいるいる。俺バイト先がさ、はい、結構周り自然に囲まれてまして、はい、後ろに後ろ山なんですよ。あそうなんですか。だからいっぱいいるよ。あいっぱいいるんですか。いっぱいいる。ヤールもいるしアシタカグモもいるジョロウグモも全部いる。すげえトトロみたいな森じゃん。本当にすげえ。でも山って大体俺だからその虫ダメなんですよ。俺もダメなの。あの僕家国際通りなんですけど。そうだね、国際通り近くに住んでて、うん、国際通りってそのガムとか捨てた黒いやつがあるんですけど、うん、道に落ちてる、あるね、あれ夜なると全然わかんないんですよ、うん、はいはいはい、ガムって、うん、俺本当にあれ一匹一匹ゴキブリに見えてくるんですよ。わかる。だからあれいちいち避けながら帰る。うわびっくりした、ガムかよみたいな。でなんだこれガムかと思ったらゴキブリになっちゃう。わかるわかる。でわーってストップ、ちょっとステップ踏むみたいな。わかるわかる。大変なことになるって、ね、ゴキブリ。ゴキブリはさ、でもたまに見るけどさ、もうすぐ殺すよ。あと家の中で見たら、あの殺虫剤効かないじゃないですか沖縄。効かないですね。僕一番いい方法を考えまして、カビキラーです。あれが一番効きます。あのなんていうんですか、このゴキブリの体ってその油分でできてるから、その洗剤とかかけると一番効率はいいっていう。一番いいんですよ。だからそのゴキジェットとかかけると逆に興奮しちゃうんですって。そうあれ要はなん死ぬ方的にはラリって死ぬになってる状態らしいんで、実は本当はそういう形になるっていうのをなんかで見たことがある、うん、そう一番いいのはもうカビキラーですから。だからもうね、そういう洗剤系がいいですよと害ないですからね。そう自分たちもね、洗剤ぐらいだったら、ね、ちょっといいのにして終わりでしょ。そうだからピュッていけますからね。そう何の話だこれは。木曜ジングリンですよこれ。いやもうほら最初に毒の強い話をしたから3で消さないとここで。違うって。もうほらこの間やばはヒロミさんがね、うんうん、あのこの間ゴキテレビで食べてたって。絶
対あの有吉さんの番組でしょ火曜日にやってるやつ、あとカビキラー、うん、いいこと聞いた、あどうも、あとシュプリームさんはいつも観点が違うな、うん、ゴキちゃんはタンパク質だから栄養が高いみたいね、あまあ確かにねやっぱすごいわすごい、ね、食べる方向でも考えるんですねシュプリームさんはね、ちゃんと考えてるね、ということで、はい、あとあそうだコーナーがまだ残ってましたので、そちらのコーナー行きたいと思います。エフペディア、さあこちらのコーナーですね、うん、FEC の若手芸人から FEC にまつわる噂ゴシップを募集して発表してもらい、それを認めたら、はい、僕は判定しますけど、判定して認めることができたら、うん、FEC のウィキペディアにのと載せていこうじゃないかという、はい、そういう企画でございます、はい、さあ松健さん、今週は何を持ってきていただけましたか。はい、今回の FPedia、はい、私のことなんですけども、お松健さんのこと、はい、松田オイルは変色色が変わるわけじゃないですよ。変色ですか。偏るに食べると書いて変色。あ変色の方、はい、ちなみに どういうことなんですか、うん、変色っていうのは好き嫌いが激しい、好き嫌いの塊と言っても過言ではない私でございます。何が、うん、好きなのは何ですか。じゃあ好きな食べ物、肉とチョコレートいや欧米か欧米か南米だえこの2つしか食わないんですか。いや好きなのはね、ベース、あ好きなのは、好きなものは、嫌いなものはじゃあ数上げたらキリがない、生野菜、生魚、フルーツ、ジュース、ジュース、炭酸飲料、炭酸飲料、その他もろもろです。えこんな嫌いなものあって、うん、えちゃんと今日、ちなみにじゃあ今日3食何食べたか教えてもらっていいですか。朝がチョコチップメロンパン、あまあまあパンとチョコ甘いですね、お昼カツ丼、カツ丼、あはい、夕飯が元氏と一緒に沖縄そばですえ野菜とか食わないってことですよね。じゃあサラダがダメ。サラダねあんまり好きじゃないっすね。食べれはするんですか。じゃああのね一応もうあの二十歳も超えてあの出されれば食べれはするんですけど、あの自分からお金を払ってまで食べたいとは思いません。あまあまあそうやっぱ大人の特権というかね、うん、なんか大人だったらそういう傾向になりますけど、そうそうそう、逆にその小学校の時とか給食じゃないですか、うんうん、給食って要はね、うん、ランダムでまあ献立が決まって出てくるわけだから、うんうん、選べないじゃないですか。はい、どうなるんですか松健さんの場合。僕が食べれるのは米だけになるんですその日え米だけを食べ続ける。だからメニューで、はい、なんかなんとかの煮物みたいなのとかと、はい、サラダみたいな和え物、わかめご飯、はい、牛乳みたいな日があったとするじゃないですか、はい、僕こうなってくると食べれるのがわかめご飯と牛乳ほぼほぼやばいっすね、うん、白飯というか、うん、それだけではきついですよもんね。はい、えでもそれじゃあご飯じゃ普通のやつ食べれないおかずプラス、うんうんうん、あじゃあ味でご飯みたいなの大丈夫ってことですか。わかめが入ってるやつとか大丈夫。わかめご飯はねあのしょっぱい感じで美味しいんですけど、あのしそご飯あるでしょ。ああはいはい、はい、赤いのあれダメっすねえじゃあ、うん、おかずとスープも食べれなくて、うんうん、食べれなくてで、しそご飯が入ってた場合、もうその日の給食は牛乳のみですOL かOL のダイエット並みに食べないじゃないですか食べない。俺それで俺今考えたらすごいなって自分で思ってたんだけど、いやだから牛乳飲んで牛乳だけ飲んだよその日飯、うん、そのまま部活やってたからな。うわきつ、絶対持たないですよね。持ってたこれ完全に、うん、いやだってほら今いろいろツイキャスコメント来てますけど、うんうん、ひろみさんは生野菜美味しいよ、あんまり好き嫌いないなと。偉いっすね本当に。中田猫さんが、うん、生野菜好きよ、略して生好きっていうのを送ってきてますね、うん、あっとズブズブな関係こっちのかやめろ、中田さんともズブズブな関係なのかお前。中田さん結婚してるはずだから結婚してたらやばいっすから。いやあなたのことはそれほどって言うかもしれないいや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 、流行ってますから。しりしりは食べないってことかってシュプリームさんが。しりしり、人参しりしりとか。 あのね僕野菜一応生は嫌いなんですけど、ある程度火を通せば食べれるんですよ。野菜炒めとか、野菜炒めとかは一応食べます。でも好んで食べないっていうことですよね。あのね、おうちでとかで出されるんだったら食べるんですけど、あのお金払ってまでは食べないですお金が絡んでくるんですね。だからお金払うんだったら好きなもん食いたいじゃんでもなんかバランス面とかやっぱ考えないといけなくないですか、この体調的にも。いやもう知らないそんなのあのね、みんな言うじゃないですか、健康のためには嫌いでも食べなきゃいけないってね。で、あの健康のために自分の嫌いなものを嫌な気持ちで食べる方が心の健康に悪いと思うわけ俺
逆にストレスでそれでいいとかに穴開いたら嫌じゃん。ちょっとした名言みたいな。好きなもん食べて、それが原因で死ぬんだったらそれは本望ですよ。まあまあまあ、それは確かに言ってること一理ありますけど、やっぱなんかね、ちょっと心なしかサラダも食べなきゃなとか何かしらで、それを僕はあんまできないんで、食べるのが嫌いなんで、1日分の野菜的なジュースで補ったりはするんですよ。だから俺それがみんなできるじゃないですか。そう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 、俺ジュースも飲めないわけ。あ、そっか、新しいって変異ですから。飲むと書いて変異ですから。もうじゃあもう完全に周りが四方八方塞がれて、塞がれて摂取方法がない、摂取方法がないので、本当にチョコレートから全部頼んでるんです。じゃあもうトータル、もう松田さんはチョコさえあれば生きていける、あ、そうだよ。軽い感じできましたね。全種類揃えてね。うわすごい。でもほら、ユミさんいいこと教えてくれてますよ、一度野菜を収穫しに行くと変わるよって。あー、収穫ですか。なんか自分で多分取って、その取れたてを食べたら変わるとかってことですもんね。そういうことですか。でやっぱこれはやっぱ分かります。僕もいろいろ苦手な、トマトとか苦手だったんですけど、うちのおばあちゃんが何ですか、畑持ってて、そこで取れたトマトを取って、氷水かなんかでシャシャってやって、食べたら美味しかったんで、それでトマト食べれるようになったんですよ。いや無理です僕。これダメですか。だってお前収穫っつっても生えてるやつきっと終わりだろ。ちゃんといろいろのそこまででね、環境があるじゃないですか。自分で育てたならまだしも収穫でしょ。人が育てたもんちょっと横からカチッと取ってきてさ、あもうひねくれてるわ。ひねくれてるわこれ。もうマジで。いやだって俺フルーツとかも無理なんだもん本当に。ほらマクドで生活完結できそうって。できるできる、余裕だぜ。でもマクド食べ続けてたらやっぱりいろいろ体重的にもボンボンきません。な、来るでしょうね。それでもまあ、あでも体型的には普通ですもんね、松田さんって。まあちょっとポチャっとしてるかな。ちょっとポチャってしてます。中田猫さんがひねくれ坊主って来ましたよ。まあ、こっちともズブズブな関係な。やめろやめろって。だからもう何回そのやり取りするんですか。もう生野菜を行ったり来たりしようか。シュプリームさんすぐ入ってくるかな。だからね。ということでエフペディアは、はい、一応じゃあ認定します。ありがとうございます。ただ人間性は否定します。みんなにされてきたぜ。というわけで以上、はい、フペディアでした。はい、さあ、木曜ジュングリお届けしておりましたけど、はい、まあ、ここで告知をさせていただきたいと思います。はい、今 FEC はですね、お笑い米軍基地という、ライブのツアーをやっておりまして、はい、今度の日曜日が沖縄市である公演になるんですけども、こちら前より完売となっておりまして、ありがたいことに、で当日券も発売しないということなので、もう皆様ぜひね、ちょっといろいろ最近ね、ニュースとかでよく取り上げられて気になってるなっていう方はぜひ、6月24日の名護公演のチケットは、余っておりますので、ぜひ名護公園のチケットをお買い求めください。はい、ただ前よりも結構なくなるのが早くてですね、いつもはこのぐらいでもまだ半分残ってるっていう感じだったんですけど、そうそうそう、もうあと300席ぐらいとか、それでも300残ってるんですか。いやでも1000名、まあまあそうですね、1000名入るところですからね、そんだけ売れてるわけですからね。皆さん早めにですね、ご購入の方をお勧めいたします。そして松木さんの出演するライブもあるということで、そうですね、6月29日、那覇市バンターハウスの方で、平成一期、若手だけのライブですね。この中運動のメンバーでもある KY デンジャラス、クーター進化、デコボコトラベリングで、木曜ジュングリの準レギュラー私と、モコモコもとし、早原の秋のりとか。このメンバー出ますので、はい、ぜひみんなでまたライブ、ね、ネタやって、であと企画がですね、今回全員がピンネタおという企画になっております。ピン芸人はピンギネタを2本やる。ピン芸人はピンネタを2本やるんです。ただ負担が大きいだけ。ぜひ皆様ね、はい、お願いします。前売り1000円、当日1500円になっております。19時半会場、20時開演となっております。はい、まあ、僕たちのツイッターなどでも予約受付してますので、ぜひ松健さんのツイッターまでお願いします。 そして FEC は毎年夏になると開催しているイベントがございまして、そちらの本松健さんの方からそうですね、詳細があるということで、そうですね、ありますよ。フレッシュお笑い選手権大会、はい、フレッシュお笑い選手権大会、今出場者募集中になっております。で、応募フォームは FEC のホームページの方から、ありまして、本選が8月5日だったかな、
にあれ、まあ、その前に予選があるんですけども、予選があってそこで、そ、ね、ネタを披露していただいて合格すれば、はい、本公演という、そう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 、本戦に進めるという形になるということで、ね、今募集してますので、やる気がある人であれば、うん、だいたい出れますので、はい、そうです、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。賞金が、ね、ね、ありますか。10万円で、賞金10万円で、気になる方はぜひまた、よろしくお願いいたします、うん、はい、シュプリームさんの方からありましたけど、うん、東京公演よろしくですと。これは何かっていうと、多分あのおそらく7月の2日にですね、うん、僕の事務所の先輩、ニッキーさんが東京で、単独ライブというかちょっとしたライブをやるんですけども、僕そちらの前説というかお手伝いという形でついていくので、はいはいはい、ぜひねシュプリームさん遊びに来てほしいなと思ってまして、はいはいはい、ちょっと簡単に告知すると、どうぞ、7月2日に、行われます場所が、新宿のですね100人町ですかね、1丁目11の25ゆりビル新大久保の地下1階にあります沖縄島唄カーニバルという場所で、ライブを行います、ワンドリンクオーダー制、電話予約が必要になっておりますので、詳しいお問い合わせは869-9505 0988-869-9505 の FEC オフィスまでよろしくお願いいたしますという、はい、もうあっという間のお時間でございましたけども、来週のゲストがモコモコもとし、残念です。残念ですね。ちょっと今もう出てこなかったですね、僕ももとしの名前が。そうですね、出さなくていいですけどね。もう今完全にあの、動くゴミ箱に乗ってる少年ですから、ね、そうですね、ということで悪口で終わっちゃったらどうしよう、はい、ということで、もう今日は、松田オールさんゲストありがとうございました。ありがとうございました、また来週もよろしくお願いします、来週じゃない1ヶ月後にまたよろしくお願いしますというわけで今日は以上です。さよなら。あぶねえ、ちょっとギリギリでしたね、今日は。ありがとうございました、月の。そして、いろいろまだツイキャスの方は来てますので、紹介させていただきましょうね。ちょっと下の方まで行きまして、はい、あ、ひろみさん、うさぎのスノー、さっき話しました、ね、はいはい、うさぎのスノー、採用なら、お給料人参で受ける。ありがとうございます。そして、多分シュプリムさん、僕はそうそう行ったクラブ、エピカ行きたいはパツキンのネーネーがいるんでしょう、とは限らないっすよ。まあいっぱいいますけどね。いた、エピカ行ったの。エピカ行ったの。エピカ行った、エピカ行ったんだ。そして、まさか10回、そうか、モーゼの 10回、はい、10回がある意味貴重かも。そしてすいません、ディスコ、いやデスコ世代とドレッシング大好き、マックいけないなっていうこと。いろいろ来てますね。いっぱい来てますね。松木さんどうですか、やっぱり、うん、あちょっと後でこれ後でしましょうね。そうですね、うん、これあれ松木さんマイクまだ入ってますよ。あ、入ってます。そして、いろいろ来てますけども、うん、新しいドレッシング出たら買おうとか、ひろみさん、あ、ドレッシング好きやな方、猫さん、うん、グーグードレッシングーっていうことでね、グー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 っつったら中田猫さんがコーってやってますね。あなたちもズブズブな関係、やめてください。もうその一本調子で頑張るじゃないですか。めっちゃズブズブな関係のやつ多いし、なんだろうここ。ユミさんが私も虫苦手、中田猫さん、はいはいはい、ゴキブリ嫌い、あの雲嫌いよねーつって、うんうん、猫さんに対してシュプリムさんが、うん、麦スカッシュ逆噴射と、ちょっとよくわかんないっす。ごめんなさい、僕は一旦許容量を超えてますから、もう今う、ね、いろいろ来てますけど、洗剤は知ってたけど、あと後の掃除が、掃除がねー、中田猫さんも変色、お、私魚食べれませんと。おお、仲良くなりそうですね。あとひろみさん、ご飯、白ご飯がいいな、炊き込みご飯とかあんま好きくない。わかるわ。わ、炊き込みとか、あ、でも味ついてるご飯は僕はあんまり食べれないですね。ね、なんかなんか。だからもう米いくか、俺米やったら白米か、麺なんですよ。ああ、ラーメンは好きです。確かにいいお店もいろいろ紹介してもらいましたからね。そうそうそう、あとほら、いろいろ来てますよ。あ、うん、早いな、もう終わるっつって。そうそうそう、と米軍今週行きますよ。ああ、ありがとうございます。もっと早く来ればよかった、楽しいと。ああ、ありがとうございます。皆さん今日で、ね、来てくださってありがとうございました。ありがとうございます、ね。のりさんも。もめっちゃ見てる。めっちゃ見てますね。あ、ちょっと待ってください。落ちた。ちょっと最後ちょっとだけつけてからやりましょう。はい。はい、あ、今つけましたので。はい、さあということで、うん、もう間もなく終了しますけど。後半だけ紹介しましょうね、怒涛のラッシュ、うん、そうですね、お疲れ様ですっつって、うん、シュプリムさんから893とエロの街、うん、新宿、ゲイに捕まらないように僕、一応あれですね、お尻に絆創膏していきましょう、ね、いや、逆に捕まってきて、その話を、いや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 、怖いって、マジで、本当に
あの本当にちょっと前も行った時に歩いたんですけど、うん、やっぱ怖いっすねあそこの人は。あ、そう。あのパーソナルスペースに入ってくるのが上手というか。あ、そうなんだ。なんかあの原宿を歩いた時は、うん、あのなんていうんですか、キャッチのお兄さんというか、うん、外国の原宿黒人さん。ああ、はいはい、いるね。ヘイ兄貴みたいな。俺一回言われても、ヘイ兄弟って言われて、お前とは兄弟じゃねえって言われて。ヘイブラザーじゃねえこの野郎と思って。そう、だからあんなの結構怖いじゃないですか。俺あんなのをね、避けるタイプなんですよ、綺麗に。俺はあんなの来たら多分ガン無視か、うん、もうちょっと、なんか中国人のふりしてて。俺ああいうの来て、あ、お兄さんちょっとだけでも、ちょっとだけでも、あ、この後時間あるから、時間ないから、予定あるからって言って、それでも寄ってあるからって言ってそのまま歩いてくる。いや、でもそれで言うとそれが多分一番いい方法。うん、僕のことあるときに、ウェイモンチャレンタリュルル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 シュプリームさんは終身刑でございます。大谷君、オイルさん、皆さんお疲れ様でした。やっぱ木曜日は神やと。ありがとうございますね。嬉しいですね。ありがとうございます。神の一員でございます。そして、メンスキルス、エロい、うん。新宿はぼったくり、本当に注意ということ、うん、そうなんだ。ゲイにモテそうな大谷さん。あ、そうですね。いろいろ来てますけど、はい、広島にドレッシングってアーティストさんがいます。プリンセス系、お笑いなの？お笑いなんですかね。語彙勲章的なポジションですか？あれ、ね、あれですか、師匠系お笑い、師匠系、師匠系ですか、かけるよね、かけるよね。ということで今日も1時間放送ありがとうございました。ぜひ来週もですね、お届けしますので、来週のゲストもこもこもとしになっております、はい、またメルテマなどね、詳しいこと決まり次第ツイッターにあげますので、うん、今後もよろしくお願いいたします。ということで今日のゲストは松田織さんでした。ありがとうございました。はい、またお会いしましょう。バイバーイ。